あなたの記憶に残したいなと思うタイナです。私が今来ているのはこちら佐賀県の筑肥線唐津駅です。これからこの筑肥線に乗るのですが、筑肥線には九州で唯一国鉄型の古い103系という車両が走っています。で、その103系がどうやら103系らしくない103系らしいので、今日はねそれを紹介できたらなと思います。ではね、今日もよろしくお願いします。唐津駅の中に来ました。これから乗りますのは17時30分発の筑前前原駅。この列車がね103系で運転される列車です。筑肥線は姪の浜から先、福岡市営地下鉄空港線に乗り入れますが、103系現在は乗り入れておらず、手前の筑前前原止まりです。切符はねもう買ってあるので今は買いませんが、運賃表をねちょっと見てみることにします。運賃表には福岡市営地下鉄の路線図も載っていて、福岡市営地下鉄の切符も買うことができます。基本的に地下鉄線内全区間買えそうですね。そして103系がやってくる一番端っこの駅ですが、ここが筑前前原駅です。地下鉄に乗り入れる姪の浜よりもだいぶ西ですよね。この筑前前原を境に需要がかなり変わるみたいで、地下鉄から筑前前原まで地下鉄の電車も乗り入れています。103系今はね乗り入れていませんが、かつてはね地下鉄に乗り入れていました。しかし古くなったのでこの白い305系に置き換えられ、地下鉄乗り入れは廃止され、もっぱら筑肥線の筑前前原以西のみで走っています。ホームに上がってきました。筑肥線は地下鉄に合わせて直流電化、九州はここ以外すべて交流です。筑肥線は1983年に地下鉄と直通を開始し同時に電化。これから乗ります103系1500番台がデビューしました。そのため筑肥線の103系は比較的新しいんですよね。大体の103系は1970年代前半に作られたのでね、それもあって特殊な103系となっています。列車やってきました。正面は JR 九州のコーポレートカラーである赤をまとっています。正面にはね地下鉄に乗り入れる用の貫通扉がついていて、103系らしくない顔をしています。それもねそのはず、同じく地下鉄に乗り入れていた105系という車両と同じ顔らしいです。それからですね、側面も普通の103系とはね異なる見た目をねしていますね。なぜならですね、この103系1500番台103系にしては当たりすぎたため、車体がなんと103系の後継である201系ベースとなっています。いや面白いですよね。ついて行き先表示器ですが、昔ながらのマック式です。 LED ではありません。また普通の103系にある戸袋窓もこの103系1500番台にはありません。これも車体が201系ベースである証拠ですね。またこの車両はね JR 加護に塗装を変更しています。ですので JR 九州らしい塗装になってますね。それでは乗ります。103系は古いのでホームと若干の差があります。103系も201系も同じく通勤電車のためオールロングシートです。座席のモケットは赤と黒の市松文様、同じく九州を走る国鉄型の415系とかも同じようなモケットですよね。塗装などが変わっていて JR っぽさがありますし、車体も201系ベースでありますが、ちゃんと形式は103系です。ちなみに201系は床下機器が少し特殊ですが、103系1500番台は普通の103系と同じ床下機器です。昭和57年日立製、今から40年以上前に使えた非常に古い電車となっています。で、今度はですね運転席の後ろのところに行きました。今の電車はね全面展望とか非常に見やすいですけども、国鉄時代の車両は全面展望を見にくい構造の車両が多いです。国鉄時代は労働組合の力が強く、運転手さんがお客から見られたくないという、ね、意見を言ったところこうなったみたいです。 JR になったらね方針がらりと変わってめちゃくちゃ見れるようになりましたけどね。反対側のホームにも103系やってきました。103系は現在3両編成です。しかしかつては6両編成でした。でもね筑前前原より西はね需要が極端に落ちるため6両では過剰輸送、そのため6両を半分にし3両で運転できるようにしました。そのため現在では3両での運転です。扉が閉まり列車は唐津駅を出発、筑肥線を筑前前原まで、この列車は各駅に停車していきます。唐津駅は高架の立派な駅、さすがは佐賀県北部の主要都市です。103系の抵抗制御の音を聞きながら列車唐津駅出ていきました。今ね走っている左の線路、架線が張ってある方ですね、こちらがですね博多方面の筑肥線、そして右の架線の張ってない方がですね佐賀方面の唐津線の線路となっています。唐津線は非電化なので架線が張られていません。唐津からしばらくは
筑紫線と唐津線は相対線となっていて並走します。唐津線と分かれると和多田駅に列車到着です。ギリギリね、唐津線の方に駅がないっていうのはね、面白いですよね。で、この筑紫線はね、地下鉄に乗り入れてはいますが、筑前前原まではね、完全に単線路線となっています。この103系、かなり古い車両ですが意外と速いです。80キロぐらい出してますね。まだまだね、メーター進んでいます。老体にムチ打ち走る103系、とてもかっこいいです。今現在この103系を置き換える計画というのは全くなく、一部が2012年に305系デビューにより廃車はされているものの、依然としてかなりの本数が筑紫線103系残っています。また筑紫線は JR 九州唯一の直流電化区間のため、多線区からの転属等で置き換えるのも難しいです。ですので新しく車両を入れるしかないのですが、コロナなどで JR 九州お金がなく車両を作れないので、ね、もうしばらく103系残ると思います。 JR 西日本の103系とかはもうかなりなくなってるけどね、九州ではまだまだ結構な本数走ってます。少しね、座席に座っていましたが結構ふかふかしていて座り心地いいですね。また今はね、雨が降っているので開けませんが、窓も開きそうですね。虹の松原駅を列車出発です。虹の松原は静岡の三保の松原、福井の気比の松原と並ぶ日本三大松原の一つで、晴れていればとても景色綺麗なのですが、今日はね、あいにくの雨ということで景色は残念です。虹の松原駅を出ると海沿いを走り出します。本来ならね、美しい虹の松原をね、ちょっとこの沿線から見ることできたんですが、雨なので残念ながら茶色い海とただの林だけです。虹の松原から先ずっとね、日本海沿いを走るんだよね。晴れているのはね、めちゃくちゃ綺麗なんだけども、今日ガスってて全然景色は楽しめない。でもね、103系のモーター音を楽しむことはね、曇っていても楽しめます。国鉄時代からの伝統的な抵抗制御です。列車はね、3両と比較的短い編成ではあるもののかなり空いています。確かにこれで6両編成だったら過剰輸送よね。まあ筑紫線はね、地下鉄に乗り入れてはいるものの、こんな感じでローカル線ですからね、末端区間は。またローカル線ということで激揺れです。とんでもなく揺れます。とても古い103系ってのもありますが、普通に最新の305系でこの区間乗っても超揺れるからね。列車筑前深谷駅に到着です。単線ですので当然行き違いを行います。行き違い相手ですけども、最新の305系ですね。あちらはこの列車の終点である筑前前原より先の姪の浜から福岡市営地下鉄へ乗り入れ、福岡空港まで行っています。地下鉄直通のため6両編成です。とても長いよね。この305系はね、真っ白の清潔感のあるボディ、とても好きです。ちなみにこの車両のデザインも JR 九州ではおなじみの水戸岡市のデザインとなっております。三崎ヶ丘駅を今度は列車出発します。この駅は1995年に開業した駅で、それを記念して103系1500番台は今の塗装になりました。もともとはね、青とクリーム色の全く違う色だったんですが、今の赤と銀色の塗装になっています。そんな三崎ヶ丘駅の次が終点の筑前前原駅です。筑前前原から先、需要が一気に増えるということで、先ほどの区間よりも一気に沿線が栄えているように見えます。ってことで、すぐに終点の筑前前原駅に到着です。ここで地下鉄方面の列車に接続します。地下鉄の車両が反対側のホームに止まっていますね。6両の電車です。直通はしていませんが、対面乗り換えで非常に便利です。ホームにはホームドアがついていますね。唐津からここまでで初です。ホームドアを見ると大都市福岡が近づいてきたんだなっていうね、実感が湧いてきます。この駅がね、終点ということで、当然ですが皆さん降りていきます。はい、ということで本日はね、 JR 九州を走る唯一の103系1500番台に乗ってきました。この103系1500番台は顔は地下鉄に乗り入れるから105系で、ボディは201系、床下は抵抗制御の103系で、いろんな形式のいいところを集めてできた面白い車両です。国鉄車両ということで、先はそれほど長くないものかと思われます。製造から40年以上経ってますからね。そういえば近々旧塗装の国鉄色が復活するらしいですね。接続の地下鉄電車はすぐに出ていきました。接続時間は1分と、とてもスムーズな接続でした。それではありがとうございます。